本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地の K です。さて皆様は普段仕事とか職場でこのような電源タップって使ってますよね？使ってへん、私は全然使ってへんという方はほとんどいないかとは思います。私たちの身の回りには本当に電源を必要とするものばっかりでございます。もう電気なしでは生きてはいけない。にもかかわらず一般的なご家庭とか職場にある電源ってこんな感じ。そう、普通長方形のこのスペースに穴が2つしかないわけです。しかしこの2つでは全く足りない。なのでこういった電源タップとか、あとはこういうやつですよね、こういったものを活用しながら電源を確保できる箇所を増やしては普段生活をしているわけです。これとっても便利ですよね。だけどもそう、ワクワクしない、これにワクワクしないんです。私は日々チャンネルでですね、タスク管理しろとかスケジュール管理ノートでしろとか言うてますけれども、自分自身のパフォーマンスを一番上げるのはスケジュール管理とかタスク管理以前に使っているものとか普段仕事とか暮らしの中で自分を囲んでくれているアイテムがワクワクするのかワクワクしないのかどうか、これによってかなりパフォーマンスが左右されます。このデスク周りにもワクワクするようなものってたくさんあります。例えば私が愛用しているキークロンのキーボードももうメカニカルでワクワクするし、目の前に置いているもうデロリアンの模型もワクワクする。これを見ながら仕事するのが大好き。押したら光るし、あとは最近買った呼び込みくんのこのポーチも意味わからんけれどもワクワクします。思わず買ってしまったみたいなもの、小さい頃と変わらないですよね。小学校の時と変わらないですよね。机の上におもちゃとかカードを置いて勉強する、なんか机の上が楽しくなる、向き合いたくなる、そんな場所に今もしたいなというのがあるので、仕事面の効率はもちろんですが、プロダクトデザインとかシンプルに自分の心がワクワクするようなもの、小学生の時に戻れるようなものを購入するようにしています。残念ですけれどもこのデザインには私はワクワクしません。しかしそんな私のワクワク電源タップ探しがついに完結しました。というわけで今月の買ってよかった企画はこちらでございます。2月の買ってよかった企画はこちら、買ってよかった仕事と暮らしの生産性を上げる電源タップ2000ということで、今回はとってもワクワクするような電源タップとガチで効率に特化したおすすめの電源タップ2つを紹介したいと思います。ご自宅や仕事で電源タップ絶対使うと思いますので、ぜひ参考にいただければと思います。個人的にマジで買ってよかった2つでございます。お父さんの秘密基地、1つ目はこちらでございます。ファーゴのスチールタップ USB 電源タップでございます。もうパッケージからどうでしょうか、今までの電源タップとは一線画すような超超かっこいいシンプルなデザインなんですけれども、これはもう一目惚れで買った。実際に中身ちょっと見ていきたいと思います。中身はこんな感じです。どうでしょうか、もうワクワクするこのね、映画に出てきそうな電源タップでございます。これを見てですね、させる角度が微妙だよとか、させるこの距離感が近いからお互いに干渉するんじゃないのとか、そんなことを言う人はですね、もうね、停止ボタンを押してもらって大丈夫でございます。これにそれを求めるなというやつですね。そんなもの見た段階でわかるわけでございます。効率を特化している電源タップに関しては後半説明しますが、ファーゴのスチールタップに関してはそこを求めてはいけない。あくまでもこのかっこいいデザインでワクワクする心、子供の頃に戻らせてくれるようなこのデザインを楽しまなければいけないわけですね。さあ、デザインかっこいいと言っていますが、意外と細かいところよくできておりまして、ちょっと見ていきましょう。まずこちらの USB なんですけれども、ファースト USB チャージングになりますので急速充電が可能でございます。 3.4 アンペア、スマホとかタブレットなどを素早く充電することができます。かつ USB 接続した時のこの機器ですよね、デバイスの入力電流を自動的に検知するので最適な電流を送ってくれます。 USB ポートは2つ搭載されております。
USB ポートの右、変換器不要の3ピン対応の AC 差し込み口が2つあります。なので合計電源を供給できるのは4つというところですね。右側には安全ブレーカー内蔵の一括スイッチがあるので、なので消費電量がですね一定量を超えてしまったり上がってしまうと自動でオフになる安全仕様でございます。また落雷時による雷サージから接続機器を守るためのサージガードというものがついていますので、 LED ランプが消灯した時がいわゆる買い替えの目安というところですね。そしてこの何よりも頑丈なスチール製のボディでございますめっちゃかっこいい、しっかりしてるんですよ。これ DIY 好きな方からすると床置きもったいないなとか、壁にからこれ電源供給したいなという方は背面見ていただくとこのようにフック引っ掛けれるような場所があるので、ご自身で壁にそれ専用のフックを買えば引っ掛けることも可能ですよね。長さは非常に使いやすい、コードの長さは非常に使い勝手のいい 1.8 メートルタイプでございます。そしてこちら私 Amazon で購入したんですけれども、色とデザインが豊富なんですね。まず色の展開なんですけれども、今回私が購入したのはイエロー、黄色でございますが、他にもシルバーとネイビーかな、これネイビーとレッドがあります。ネイビーに関しましてはちょっと Amazon のショップでは売り切れておりました。また私が紹介しているのは USB ポートが2つ搭載されているものになりますが、 USB ポートがなく AC の差し込み口ですよね、これが4つ搭載されているパターンもあります。あまりにも非常に使い勝手が良くてかっこいいので、個人的に同じ黄色の AC 差し込み口4個バージョンも買おうかなとは思っています。電源タップしかり、デザインがめちゃくちゃかっこいいなとか、少し尖っているものって多いんですけれども、いざ購入してみると、なんだよと、プロダクトデザインはかっこいいのに性能微妙だなとか壊れやすいなというものが意外と多いんですが、ファーゴのこの電源タップはですね、デザインだけではなくて結構細かいところの作りがしっかりしているので使っていて安心ですよね。父さんの見てきて。では後半2つ目の電源タップは、前半とは違いデザインというよりかはもう機能面と効率をとことん重視した電源タップでございます。めっちゃいいです。何かというと、はい、こちらでございます。同じくファーゴさんから出ているタップキングという電源タップでございます。デザインはと言ったんですけれども、デザインいいですよ。先ほどのスチールタップとは全然トーンが異なっていますが、これ単体一つのデザイン性も非常に高いなと思っています。タップキング、その名の通り王様でございます。これはですね、もう我が家ではなくてはならないアイテムになっています。どのような機能があるのか少し詳しく紹介していきたいと思います。どうぞ見てきて。タップキングの詳細なんですけれども、まずは AC のですね電源差し込み口が6個もございます。多いよね。6個ありまして、その左側には 4.8 アンペアの USB ポートがあるので、こちらも急速充電が可能になっています。合計なので AC が6個、USB ポートが4つなので10個まで電源を供給することが可能なんですね。まさにタップキングでございます。電源コードの長さは 1.8 メーターになっておりまして、私が購入したのはホワイトでございます。で、これ何がめちゃくちゃいいのかというと、この家庭用の AC コンセントのこの穴でございます。6個口あるんですけれども、これ回転式になっていまして、0度90度180度で固定可能になっています。つまりこれも皆様ご想像できるかと思いますが、普段皆様が愛用されている例えばまあドライヤーであったり任天堂スイッチの充電器であったり、充電器ってアダプターの形って様々ですよね。先ほど紹介したようなスチールタップとか、冒頭に登場した一般的な電源タップの場合は、AC アダプターのいわゆるこの形状が変形型の場合って、どうしてもお互い干渉してしまって、本来3つさせるのに2つしかさせないようなケースってあったりします。これよくある、あるあるです。タップキングに関しては、この AC の穴ですよね。
これが全て任意の方向に回転してくれるので、アダプターの形状に合わせて変えていくことができます。つまりどんなアダプターでも効率よく刺すことができるのがこのタップキングの特徴です。我が家ではリビングで愛用していますが、最初の説明であったみたいにとにかく刺すものが多いんですよね。子供や妻や私が刺していくので、今までの形状の電源タップではそもそも電源供給できる穴も少なかったですし、アダプターの形状によって干渉されて効率よく使うことができなかったんですね。あとはスマホとかタブレット充電するときに急速充電対応の充電器を挿して充電していたんですけれども、 4.8Aまでであればこのタップキングから直接 USB ポートで供給することができるので無駄がなくなりました。先ほどのスチールタップとは大きくデザインが異なりますが、効率とか日々の暮らしのクオリティをある意味上げていくのであれば、このタップキングマジで最強でございます。こちらもですね、ホームページとか見てみるといろんなデザインがございます。我が家ではですね、うちの妻がこれ最初につけてきて、木製の、タイプというのかな、このトーンのタップキングを買いたいとなったんですが、ちょっと我が家の予算上白に変わりました。ただ白は白でどんなインテリアにも溶け込むことができるので結果良かったかなとは感じています。ファーゴさんのこと知らなかったんですけれども、非常に素晴らしいこの電源タップのプロダクトが多いなと感じました。お父さんの見てきて、今回は2つの電源タップを紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。インスタグラムとか暮らし系の YouTuber さんとかの動画を見てると、本当にめちゃくちゃね、部屋の中を綺麗にされていてすごいなと感じています。私動画だからね、ここの 4K 画像で富士の XT4 を使いながらここの角度しか見えてませんが、カメラの向こう側とか超散らかってます。動画編集してるとね、物をバンバン置いちゃうのですっげー汚くなるんですよね。個人的にはそういった編集で使うようなものも、見せる収納ですよね、そんなものにチャレンジしたいなと思うんですが、レベルが高すぎてできません。私はもう見せない収納の方が得意なんですけれども、とはいえ普段仕事とかしていると目に見える部分ってありますよね。電源タップもそうだと思います。そういった目に見える部分のデザインを少し変えていくだけでも、やはり部屋に入ったり仕事する時のテンションって変わってくるなと改めて感じました。スチールタップもタップキングもどちらかというと値段高めな電源タップにはなるかと思いますが、コストかければかけるほど生活の QOL 上がってくるようなものになりますので、もし電源タップ探されている方は非常にこの2点おすすめですので、チェックしてみてください。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回のおまけ、一部の視聴者様には人気のおまけコーナーでございます。これもね、実は買ってよかったものなんですけれども、企画が電源タップでいったので、おまけに持ってきました。アルカリイオン水で汚れがよく落ちるパソコン用のウェットティッシュクリーナー、サンワサプライさんのやつですね。皆様普段パソコンって綺麗に掃除されていますか？あれね、マジ掃除せえへんかったらめちゃくちゃ汚くもなるし壊れやすくなります。私は必ず1日1回寝る前に、こちらのウェットティッシュクリーナーでパソコンのキーボードとか表面を拭いたり、エアダスターは絶対常備しています。職場にも家にも常備しています。この2個でパソコンの状態保っているんですけれども、ウェットティッシュのねやつってやはりね、安いものとか買ったりすると異常になんかこのクリーナー成分が多すぎてちょっとびちょびちょになりすぎたりするんですが、クリーナー探されている方使い勝手いいのでおすすめでございます。よければこちらも概要欄に URL 貼っておきますのでチェックしてみてください。というわけで今回のおまけでございました。